よし、やっていきましょう。今回はおまけパートということで、ちょっと裏技的なものをやってみたいと思います。以前実況しました青鬼の爆技、裏技でもやったんですけれど、主人公の名前をある特定の名前にすると特別なストーリーが始まるらしいんですね。今回はそれをちょっとやってみたいと思います。で、主人公の名前をサスケ、もしくはサウスパークにすると、ある特別なストーリーが始まるらしいので、これでやっていきたいと思います。このプレイではメニュー画面のオプションから様々な要素を切り替えることが可能です。あ、無敵でプレイができるんだ。じゃあ推奨って書いてあるんで無敵でいいですかね。今回はストーリーを楽しむという感じなんで無敵でいきたいと思います。で、以前のバグ技裏技でもサウスパークはやったと思うんですけれど、それのアップグレード版になってるみたいですね。ちょっとキャラグラが丸くなって可愛らしくなってるじゃない。町外れにある無人の館、そこにはお化けが出るという噂があった。導入は同じな感じだね。あ、ちょっと機械っぽくなってる顔が。中は思ったより綺麗だな。なんだか寒いわ。ロボットだから仕方ないよ。おい、もう帰ろうぜ。ここはやっぱ一緒だね。んだ、ベアケシ。タケシ、ビビってんのか、うん、はっ。なんか色々なものが取れてるよ。取れちゃいけないものが2つ取れたよ。クソ、付き合ってられるか。俺はもう帰るぜ。お前から誘っときながら。お、はっ、ドアが開かない。なんだって、これ青鬼どんな感じになるんだろう。あ、なにこれ、かわいい。キャーだって。お前の顔の方がキャーだよ。なんでそれ。あ、取れた。え、ペチン。新しい顔用状態になってるよ。大丈夫。あ、体まで。あ、ネズミちゃん。なんてこった。ミカがショックで殺されちゃった。どういうこと。ショックってことは自発的なものだから殺されちゃったって表現おかしくないか。ていうか、ネズミがいるってことは人ってこと。ロボットじゃないんだ。この人出なし。これがサウスパークの有名な名台詞みたいですね。この人出なしって。毎回毎回これを言って始まるみたいな。ランサー涙目のやつですね。さあ、あ、もう動ける。あ、追いかけてくる。でもこいつ触っても大丈夫なんでしょ。あ、全然大丈夫だ。こんにちは。かわいいな。ちょっと、じゃあこっち側行ってみましょうかね。あ、皿の破片がある。これやっぱ一緒なのか。あ、取れないよ、皿の破片。うん、取れないね。ちょっと進め方も変わってるのかな。ちょ、ここ、書庫室行ってみようか。こんにちは。いるかな。この、本の下に鍵があるので、これ、あ、ふわって、え、動けないよ。あ、あ、ここにも化け物突き倒されたんだけど。あ、そういうこと？目が見えないのかな？こちらを殺そうとする化け物ばかりではないようですね。あ、一緒に遊びたいみたいな、そんな感じ？接触を試みてもいいかもしれません。わかった、じゃあ接触してみよう。あれ動けないよ。あ、行っちゃった。おい、こっちで遊びにおいで鬼ごっこしよう。青鬼ごっこしようよ。あ、行っちゃった。なるほどね。屋根裏部屋の鍵を手に入れた。いきなり屋上より上に行けるの？屋根裏。あ、なに？めっちゃカサカサしてる、気持ち悪い。なんだろう、爬虫類みたいな。こんにちは。お、単眼爬虫類型ロボットでしょうか。あ、ロボットなのこれ。このカサカサという動きは苦手な方もおられるかもしれませんね。そうだね、あのちっちゃい動きだとね。だから上の方になんかブーンしてる人がいるんだけど。なんだろう、あっちの方が気になるわ。こんにちは、何なさってるんですか、あなた。プロペラのないドローン。あ、ドローンだったんだこれ。へー、未来のドローンで変わってるね。どんな仕組みなのでしょうか。は、あ、消えた。そのドローンでしたか。そっち、ニンニンの方ね。この元ネタ、今の子たちわかるのかね。まあ、ドローンしちゃいますって、昔に死語っぽいけどね。なるほど。じゃあ、他には、ミカちゃん。もう、ネズミが食べたら踏むのかい。めっちゃ素通りできるんだけど、どういうこと？え、みんなどこ行っちゃったんだろう、ミカちゃんを置いて。なお、タクロー！タクロー、もうやられてしまったのか、お前、早すぎだよ。待ち合わせですか？仕事すんなよ、お前。おい、人が話しかけてんだから。今時の若者、ミカちゃん、お風呂タイムだったの？失礼しました。ごめんね、静かタイム。お前、覗いてたのかよ。何してんだよ。覗いていいと思ってんのか。覗いていいのは俺だけだぞ。なるほどね。みんな仲いいな。お仏がお仏をしてるんだけど。用が用を足してる。さすがにうんことはかけなかったが。なるほどね。ちょ、トイレからはみ出してんじゃん。ちゃんとこぼさずにしてね。ちゃんと的狙ってんのお願いだから。なるほどね。たけしとかどこ行ったんだろう。でも、ミカちゃんがやられてるのに、ミカちゃんの、にはいるんだね。家族団らんしてるんだけど。お父さん、お母さん、子供と、これ娘かな。すごい歪んでる。大丈夫、援護ミスしてるよ。床暖房。とろけるほど気持ちいいですか。あ、ここ床暖房スペースなんだ。いいね。あ、キリッとしたよ。パクパクしてる。あれ戻ったよ。喋れなくなったよ。どういうこと？熱で、エンコードが収まったのかな、いい感じに。
なるほどね。大丈夫か、首疲れない？頭が大きいとやはり首が疲れますか。あ、肩こりとかひどそうだもんね。おじさんこんにちは。台所狭くないですか。そうだ、改良した方がいいと思うよ、それ。もうちょっと使いやすいように。何を料理されているんでしょう。多分ミカちゃんじゃない。私には様子が見えないので。割り込めばいいじゃん。ダメか、見れないか。なんだろうね、人間料理してるとか言ったら狂気だけど。じゃあいろんな鬼に会えるってことか。じゃあ2階とかにも行ってみる。まだ1階のここの奥行ってみな、行ってないから、こっち側も行ってみようか。すぐ滴り落ちてる。そんなに手を伸ばさなくても立ち入り禁止という意図は理解できますよ。あ、ここ入っちゃダメよって言ってるんだ。なるほどね。君だけだよ仕事してるのは。他の人らみんな遊んでるぜ。こっち側、うわー、ウニがいる。こんにちは。新型の掃除、あ、ルンバなんだ。ルンバじゃないな、多分パナソニックあたりが出してそう。あの、うわー、並んでる並んでる。なんだよあいつ、なんだよ、なんなんだよこいつら。あ、競争してたのもしかして。あなたは亀さん役ですか。あ、そういうことね。あ、仲いいなお前ら。なんで平和な世界なんだろう。これ無敵モードじゃなかったら話しかけたら死んじゃうのかな。この屋敷にお住まいの方ですか。ヒロシじゃないの。シカトかよ。みんな俺が話しかけてもシカトするんだけど、どういうことなの。やっぱ人間の姿じゃダメなのかな。青鬼の姿になってからやっと心を打ち解けてくれるみたいな、そういう関係性なのかな。こんにちはウサギさん。廊下で競争すると他の方と廊下丼や辻丼をしてしまいますよ。辻丼。こんにちは。ああ、あいつにも話しかけたかったのに。こっち側は開かない。いけないのか。マップ自体は狭くなってるんだろうね。狭い範囲でいろんな鬼と会うみたいな。ちょっとあの、この、なんだろう、こいつ。背中の目は何のために用いているのでしょうか。後ろを確認するためでしょ。背後を取られないようにな。あの、白眼の、そのね、弱点を克服するみたいな。そういう意図があるんじゃないかな。359度しか見れないじゃん、白眼って。だから、その一度を埋めるための目みたいな。第三の目みたいな。そんな感じなんだろうね。さあ、屋上の鍵を手に入れたんで、屋上には行けるようにはなりましたけれど、他のところは全部開かないんだ。直上へまっすぐ行くしかないのかな。こっち側は行かない。ここかな、屋上の鍵。あ、屋根裏部屋。あ、みんな無事だったの。なんで鍵かけてんだよ、お前ら。なんのかな。おい、ヒロシ、あの化け物は一体何なんだ。お前ならわかるはずだろ。ヒロシは多分わかんないじゃない。ヒロシの中の人だったらわかると思うけど。さあ、にわかには信じがたいことですが、あのような生物が存在するなと。てか、鍵かけなくて大丈夫？くそ、俺たちはもうおしまいだ。全員、あの化け物にケツから食われちまうんだ。そうに決まってる。多分、ケツからっていうよりもケツが食われちゃうんじゃない？うん。落ち着くんだ、タケシ。助かる方法は必ずあるさ。そうだろ。なんでちょっと暗くなったの？日が落ちたの？あ！あ！パッパラー。ははははは。なんか出てきたよ。なんてこった、タクロウがショックで殺されちゃった。ショックだ、今物理だっただろ。この人手なし。あ、サウスパークっぽいノリ。こっちが戻って、あ、大丈夫だ。なんかブツブツしてるよこれ。何これ。鍵も落ちてる。これ何、あれ取れない。このキンキン言ってる間は取れないのかな。光ってるのに取れないね。こいつも巻かなきゃいけないってことか。多分巻いたら見れるようになるとか。いけない。あ、負けた。これで取れるようになってんじゃない。タクロウ、花瓶、あ、花瓶だったんだ。現代アートの弊害じゃねえかよ。これは玄関の鍵。あれ、もう脱出できるじゃん。まあ、どちらかというとネタっぽいね、あのステージだから。こうやってもう攻略要素っつのほとんどないんだろうね。お前最後の一匹どうせ死ぬんだろそこで、知ってんだよタケシ。おい、やめろ。俺の上にメッセージウィンドウを出すんじゃねえ。メタ発言やめろよ。この発言でやっと思い出した、昔の実況の。あ、これでてってれー。カツラ取られただけじゃねえかよ。はぁ、あ、命よりも大事なハゲ隠しよ。はぁ、あ。なんてこった、たけしがショックで殺されちゃった。これは確かにショックだな。今までのはショックかっこ物理だったけど、これは本当のショックだもんな。でもみんなハゲてるのに。あ、うわぁ、だって。お前一人で逃げる気なの。ちょ、待ってくれよ。あ、え、たけし、僕だよ。たけしだよ。カツラが本体だったの、たけし。たけし、この化け物、最後の一人とは会話をしてみたかったらしい。それよりこいつから聞きたいことがあるそうだ。何？君たちは何なんだ？なぜ現地の生物なんだ？誰に頼まれた？君たちには何にも迷惑かけてなかったのに、とうとう僕一人になってしまった。お前ら散々迷惑かけてんじゃないかよ。お前以外の青鬼はみんな友好的だったぜ。何を言っても虫か。それじゃ、
バイバイだ。え、せっかく玄関の鍵手に入れたのに。ちょ逃げて。この状態だと無敵が解かれちゃうとかないよね。これで前行って、あ、全然大丈夫だった。なんだよ、バージョンアップしたから無敵モード解除されるのかなと思ったけど、そんなことはなかったね。たけし大丈夫？あ、ダメだ、踏める。このまま玄関の鍵使って逃げればいいのかな。想像してみろ、お前の脳も僕に食われるんだ。なんでちょっと最後にホラーっぽくしたんだよ。で、逃げると、あ、来てる来てる、まだ来てる、こっちまで。おいで、ここまで来ても消えないんだ、青鬼。やっぱ新種の青鬼なんだろうね。あ、え、化け物だ、襲われる。誰この人たち。一休さんみたいなの、千利休。また館の外まで追ってきよって。捕食ひろしくん、緊急停止コード受け付けません。木下さん、マグマ様、特技大噴火。何このシュールな絵。はぁ、倒れちゃった。たけし。はぁ、またネズミ。ネズミお前早なすぎだろ。助かったよ。これで何体目か。老骨に答えるか。何体も来てるんだ。何度調整してもプログラムが勝手に書き換わってし、暴走してしまいます。お前らが作ったってこと？やはりこのプロジェクト。呪いなんぞに孫の喜ぶ顔を拒まれてたまるか。何としても原因を突き止めろ。今日のテストはゲームオーバーにならずに済んだか。よく帰ってくれた。テストプレイヤーだったってこと？俺ら。先にメンテナンスに戻ろう。全部こいつらの手で踊らされてたってこと？あの、木下さん。行っちゃった。町外れにある無人の館。無限ループって怖くね？そこにはお化けがあるという噂があった。という設定の新アトラクションが、鬼塚エンターテインメントの運営するテーマパークに誕生しようとしていた。とある有名ホラーゲームの世界観を再現するという、それは、汎用腹話術、人型、人形型ロボット、ヒロシ君たちによってテストが進められていたが、曰くつく、曰くつかない、あれやこれやのトラブルに関係者は悩まされ続けた。当該プロジェクトが日の目を見たかどうかは、今や知る由もない。やっぱり、町外れにあるお化けが出ると噂の無人の館を再現しようとすると、ろくなことがないね。今回のことでそれがよく分かったよ。だいぶ傷んじゃった。サウスパークっぽい。コミカル編クレジット。あー、これあのね、サフさんってことか。なるほど。お、来た。コミカルモードクリアだって。そんなのがあるんだ。なにこれ、誰のレントゲン？ちょっと左上のがボコッとしてるけれど。なるほどね。これやっぱりサウスパークをちょっと見といた後にやった方が面白いかもしれないね。私もあの以前やった時は元ネタを知らなかったんですけど、ちょっとのアニメ見てみたら、あ、これのことを言ってたのかっていうことがよく分かったんでね。はい。なるほどね。はい、というわけでサウスパーク編でした。おまけという割にはかなりのボリュームでしたね。じゃあ続いてのところ行きましょうか。続いては、主人公の名前をハッカドール。はい、ハッカドールにすると始まるらしいです。早速やってみましょうか。決定で。青鬼初心者の方は初心者モードを、青鬼経験者の方は経験者モードをお選びください。あー、じゃあ私経験者ので経験者やってみましょうか。今回無敵モードじゃないんだね。で、もともとハッカドールっていうのが、アニメとか漫画とかのニュースアプリのキャラクターらしいですね。アニメ化もされたらしいんですけれど、町外れにある無人の館、そこにはお化けが出るという噂があった。もうキャラグラも全然変わってんだね。誰君たち？君たちがハッカドールなの？音符マーク出てきたよ。喋らないんだけど。あ、喋った。君にシンクロするパーソナルエンタメ AI、ハッカドールにお化け屋敷の探索もお任せです。顔グロは用意できなかったんだ。可愛らしい子だね。お、多分個性があるんだけど、基本的に喋らないんだね。実況者泣かせだな。ニュースアプリのキャラクターなんだからニュースを読むようにどんどん喋りなさいよ。なお、ローディング。敵はどんな感じになるんだろう。また可愛らしい敵なのかな。で、かの有名ホラーゲーム、あ、鬼の世界に来てみたのはいいんですけれど、あ、君たち自ら来たんだ。え、どういうこと？メタ発言やめてよ。あ、ブルってやがるこいつ。やっぱ怖いでしゅー。いつもの決めポーズしてもやっぱり怖いです。え、どんな感じなの決めポーズって。マスターさんをガイドする前に、まず私たちで感覚をつかみに来たとはいえね、2号ちゃんその位置はまずいよ、その位置は。なんか寒い。青いからじゃん。もうちょっと暖色系の服を着た方がいいと思うよ。うん、もし0ね、0号がついてきてくれたら、お化けの青鬼相手でも投げ飛ばしてくれそうなのに、0号、あ、やっぱ初期が一番強いんだわな。きっと、子供じゃあるまいしって言われるのがオチね。
まあ1号2号って名前だから多分アンドロイドとかそういう設定なんだろうね。ゼロネーはこっちを指揮する立場だし、おいそれとは来ないんじゃないかな。色からしてゼロ号っていうのは白なのかな。あ、なんか割れた音が聞こえたよ。さらかな。キシシ怖いのみんな。青鬼の世界に来たって言ってるならね、元ネタわかるわけだからね、何が割れたかわかりそうな気もするけれど。お、あ、もうめんどくさいから帰るね。もうわかってる。お前ヒロシ役かよ。あれ開かない。ジェイルハウスですもんね。うん。館の探索が終わるまで帰るなってやつですね。謎を解かないと帰れないってことですよ。あ、え、ゼロね。これがゼロね。なんかフォルトが違うんだけど、デフォルトが。他の1号、2号、3号と全然形が違うじゃん。え、あー、すでに食われている。お姉様、目つき悪すぎでしょ。あ、あー、モザイクしてくれてありがとう。モザイク編集しなくて済んだわ。あ、紙のデータが、あ、そういうこと。君たちデータ上の存在なんだ。に、ニーゴちゃんの髪が剥ぎ取られた？なんなの？ハゲ流行ってんの？このゲームの中で。あ、どうすんの？これが本物のハッキードール。誰がうまいことを言えと。いや、データなんだから被せればいいんじゃないの？そこにあんだから。ネズミはデータでも食えるんだ。青鬼、なんで顔だけ元に戻っているんだろう。顔もゼロネーに似せたはずなんだけど。お前が元凶か！と、青鬼こっち来たよ。上の図書室の本棚の裏を安全地帯に設定したのが早速役に立つかな。いいの、そんな安全地帯なんて作っちゃって。てか、お前が主人公かよ。てっきり黄色が主人公かと思ったのに。え、上の部分ってどこ？ここ？ここでいいの？よ。え、めっちゃ追いかけてくんじゃん、全然。全然ダメじゃん。私まで襲われるなんて。何回やっても図書室のところ逃げられないんで、こっち側から逃げるしかなさそうだね。無敵のデータも改ざんされちゃったってことなのかな。ちょっと逃げ切りましょうか、こいつから。多分時間経過でいなくなるよね。オッケー。どういうことだろう、ゼロ号が体を乗っ取られたみたいな、そんな感じなのかな。さあ、あ、生きてるだけで丸坊主、生きてるだけで丸坊主。大事なことなんて3回言ったけど。でも別に命を取られるわけじゃないんでしょ。紙のデータ取られるだけなら別にいいような気もするけれど、今回無敵モードではないので、ちょっと慎重に行きたいんですけれど、入浴したら最後死体にされてそう。どういうことだ、元ネタかわかんねえな。でこっち側はトイレ、トイレは誰もいない。でも蓋が閉まってるよ、ちゃんと。誰かが隠れてるとかダメか。そもそもするのかね、君たちは。さあさあ、結構メタ発言が多いんですけれど、2階かな、やっぱり。謎解き要素とかも結構あるのかな。開かない。この先は本編で行けるところだね。今、コミカル編の方に来て、コミカル編言うなし。すげえな、メタ発言が。すべてがメタ発言に聞こえる。あ、誰かが寝てるよ、ハゲになった子が。木下さん。こんにちは、木下さん。木下さんもね、何でもはかどらせてくれるって、公序良俗に反しない限り。それはまあ裏技バグ技でも一回出てきましたけどね。私の調べたデータだと確か木下さんか。こんなところで寝てるなんて。ハッカードール編にも出てくるんだ。木下さんわからない方は、青鬼の裏技バグ技の実況の方をご確認ください。ここは？いけないか。この奥を隠れ屋風カフェに改装したい感じ。誰も入ってこれないんじゃない？そもそも店を見つけてくれないと思うけれど。これランダムで出てくんのかな、急に。それだったら嫌だな。とりあえず行けるところは全部行っとこうか。本編のマスコットボーイ、たけし君の控え室。もとい、控えクローゼットがある部屋だね。それ最初にたけしに会った場所だもんね。これ面白いな。お？地図はどこへ消えたと。ま、コミカル編には必要ないからだろうけど。すげえな、こういうのも用意されてるんだ。本編じゃヒロインのミカちゃんの部屋だったかな。みんなのビッチだよ。ヒロインじゃなくてただのビッチだよ。ここは？ピアノだっけ？開かない。確か血のついたグランドピアノがポツンとある部屋。さすがの私も弾く気にはなれないわ。詳しいね、4号ちゃん、青鬼の世界に。やっぱ知識量が豊富なんだろうね、アンドロイドだから。うん。こっちは寝室だったからな。開かないあたり、ザ・密室って感じ。死体がありそうだね。さあ、鍵がかかってる。あれ？いけないじゃん。おっと、私としたことが鍵を忘れたよ。データだと確か1階の。図書室か。図書室で鍵取ってこなきゃいけないってことか。なるほどね。じゃあもうすぐ屋根裏がゴールなのかな。謎解き要素的なものはもうそこしかないってこと？ここ出てこないので大丈夫だよね。どこなんだろう、無敵の場所って。本棚の裏って書いてあったけど、どっかにあんのかな？調べればメッセージが出てきそうな気もするけれど。じゃあこれをゲットして、そうそう、これを持っていかないとね。追いかけては来ないんだ。なるほど。今ちょっと心の準備してたけど大丈夫だったね。2号ちゃんと1号ちゃんはどこ行ったんだろう？この子が1号ちゃんだっけ？この子が2号ちゃんか。なるほどね。じゃあ、この子が4号だから、1号と3号か。1号と3号。
なんでシュールに出てきたのお前。スイーって出てきたよ。急に出てくるとかじゃなくて、いやーみたいな感じで。こんにちはみたいな感じで出てきたよ。礼儀正しいんだな、お前は。あの、普通の青鬼と違って、あ、礼儀正しいし、結構しつこくないんだね。なるほど。じゃ、このままゴール向かっちゃいましょうか。エンディングはどうなるんだろう。さあ行きまーす。いる？あ、突入！侵入にしろ！なんちゃって。ん？二人ともいるかな？あ、いた！よかったー！みんな、無事だった？あ、困ってる。鍵かけろってだから。あれは青鬼だよね。ゼロネーの服着てたけど。青鬼の存在ってはやっぱ知ってるんだね。4号ならわかる？私の調べだと、青鬼は誰かを食べると、その人間の特徴をコピーするみたい。特徴つか髪型と服装だけだけどね。あのゼロネーが、おいそれと青鬼に捕まるはずないし。体を拡大させて、青鬼の覆面でもしてたりとか。あ、そういうこと着ぐるみ着てんじゃない？もしかしたら。ゼロネーが？顔を青鬼にして？なぜ私たちを追いかけて襲うんですか？日頃の恨みじゃん。手のかかる妹たちに手術、あの、なんか、種明かしにはまだ早いし。じゃ、言っちゃった方がいいって。お前も襲われる運命なんだし。お？なんかひらめいた？あ！とうとうあんたたちに愛想が尽きたことを思い知らせるためだったりして。なんでそう姉妹の仲を悪くするような発言をするんだよお前は。お？ふえーん、きっとそうです。ちょろいなこいつ。なんで信じるんだよ。私たちいつもドジばっかりしてるから見せられたんです。やっぱドジっ子なんだなこいつ。あ、はあ、きっとまとめてスクラップ G に来たんです。だから身も心も鬼なんです。あー、この短い間に、ね、なんかすごいねキャラクターの特徴がつかめて。この子はドジっ子、4号はちょっといたずら好きみたいな。ゼロね、怒りはするけれどスクラップだなんてそんなね、多分データを消去するぐらいだよ大丈夫で。この子は不思議ちゃんみたいな。そうだよ、きっと2号がなんかゼロねを怒らせるような何かを。ははあ、この人でなし。サンギョちゃん！ないない僕の髪がない。なんで髪を必要に狙ってくんの。ハゲコンプレックスでもあんのかな。ひどすぎです。髪のは男の子にとっても命なんですよ。この子男の子なの？それをラーメンみたいに。そんな女より可愛い男の子がいるはずがないじゃないか。え？うわーん、ゼロネーのバカでなし。それを言うなら人でなし。いちご、とにかく逃げよ。は、鍵がないとダメなのに。予想より、あ、鬼の出現が早いような。完全に暴走してるんだって。ほら、めっちゃ追いかけてくんじゃん。髪を携えて、お前さ、ふさふさで。いいな、ミネラルたっぷりで。あぶね！結構ギリギリだった。ちょっとこっち側、でも逃げる場所が少ないからな。オッケー。じゃ、鍵を手に入れて、玄関に脱出しましょうか。姉ちゃん、どういうことだろう。髪に相当恨みがあるんだろうな。なんだろう、あんたたちのふさふさをよこしなさい、みたいな。もし僕が出家したら、ブッツドール、もしくは、寺生まれの T さんみたいな、ハッカドールになっちゃうんだ。ギャグを言う余裕あるんだな。玄関の鍵を手に入れた。さてさて、そろそろみんなを連れておさらばしようかね。青鬼の調整もしないといけないみたいだし。みんな男と話しかければいいのかな？ななみん、ななみん。サンゴ、もしかして、ショートしてる。髪の部分が頭脳の役割をしてんのかな、こいつら。後で連れていくか。髪さえあれば、襲われないはずだし。え、後でってどういうこと？じゃ、先にあの子、玄関にいたあの子を捕まえてこなきゃいけないってことなのかな。それとも、あ、その位置はダメだってお前、その位置はダメだって。あ、いちご、実はさ、やめてください。私の上にメッセージがいいんだ。サウスパークと同じじゃねえかよ。あ、え、異次元ザハンド。あー、大事なツインテが、はははは、そぎ落ちた。そんな、こけた。髪の方が食われるんだね。髪が本体なのかな。あー、持ってかれちゃったよ。ビューもうお嫁に行けないでドゥー。しまった。そういや、青鬼の出現フラグみたいなもんだった。え、これ逃げられんの？まあ、その、青鬼ちゃんさ、その髪食べないで、いちごに返してあげて。あ、食べちゃった。全然制御できてないじゃん。は、え、これ逃げんの？ここに来る前に、私だけは追っても襲わないようにプログラムしておいたはずなのに、俺もう何回も捕まりましたけれど。ちょっと難しいよ、これ。君はなぜ、僕を髪しか食いたくなくなるような身にした？この姿は何なんだ？食べた覚えのないやつだ。誰に頼まれた？これは恨まれてもしょうがないわな。は、いやー、そろそろ肝試しの季節になるからさ、いい感じにここをお化け屋敷にしてね。
いい感じにみんなに楽しんでもらおうと思ってさ、他のみんなには内緒で私の知ってるこわもての人物に君を似せてみたんだけど、元のデータのアクション通りリアルに首を飛ばされるのはちょっとね。マスターたちを招きようがないし、私たちも修復が面倒だし、あ、だから髪だけ狙ったってことか。だからって、あ、髪が飛ぶならまだシャレで済むかと思ったけれど、もう悲惨な状況になってんじゃねえかよ。みんなの反応を見ると、アトラクションとしてはまだちょっと過激すぎたかなって反省して。あ、でも動けるだね普通に。ゼロ音じゃなくて本物の青鬼？全ては4号ちゃんの仕業だったんですか？じゃあゼロ音はゼロ音で普通に生きてるってことか。助けてもらおうよゼロ姉に。あくまでこちらの都合無視か。生み出されてしまった。ああパワーアップした。それじゃあバイバイだ。みんなの髪の色が集結して、髪の色が1号たちの色に変わった。みんなの力を兼ね備えてるってこと？え、こっち側に逃げたら逃げらんないじゃん。あ、こいつを使うのか。こいつ使ってバリア。僕こっから脱出したらナナミンのお渡し会に。何フラグ立ててんだよお前、やめとけ。どっち来る、どっち来る、どっち来る、そっちか。オッケー、ナイス、オッケー、いいぞ。数々の青鬼をやってきた私にとってはお前ごときの動きなど簡単に避けられるのだよ。素晴らしい。想像しろ、お前の脳は空気がなくても食ってやる。怖い怖い怖い。私なんか食べても美味しくないのに。そうで、ただの電子データなのに。逃げろ、みんなを置いて敷地の外まで逃げればよかったはず。それフラグになってる。外まで逃げてもダメなんじゃないこれ、もしかしたら。大丈夫？なお、ローディング。あっ、捕まる。ここで伏せろ。来たー。おお、ゼロ号先輩でしょこれ。かっこいい。まだ見ぬゼロ号先輩、私見たことないんですか。あ、あなたがゼロ号、めっちゃかっこいいじゃん。ゼロ姉、帽子のデータありがとうございます。青鬼に頭を世紀末にされるわけはどうなることかと。みんな可愛らしい帽子かぶっていいじゃない。スクール MV のキャラ生成素材から借りてきた。目立つけんやめろ。修復までのつなぎになるだろう。クールビューティーみたいな感じでかっこいいね。しょうがないわね。とりあえず帽子で応急処置といったところかしら。処置できるんだそれで。紙素材だとフィットに時間がかかるが、帽子ならすぐ使えるからな。あー、データの修復って大変なんだね。その説明のために一つだけ紙素材を持ってきたわけだが、いろいろ浮いて合わないだろ3号。いや、それはそれで似合ってるけどね。いいんじゃない。お、赤ぶった。あ、そっか、カツラの上から帽子をかぶれば最強だね。合わない生え際を帽子でカバーしてみたけん。まあ、遠目にはボロが分かりにくいからいいようなものだ。そう、ドットの世界だから大丈夫だよ。いいね。その手がありましたか、三号ちゃん。脱毛です。帽子だけにね。うん。誰がうまいこと言えと。脱毛は無駄毛でだけで十分よ、一号ちゃん。なんでこいつらみんなうまいこと言おうとするの？サガなの、君たちの。二号、ハッカドールシステムに戻ったら言語処理機能の検査だ。いいな。映っちゃったのかな、あの子に。で、3号ちゃん、あ、4号ちゃんは？うん。一人だけ。さっき4号の悲鳴が建物の上を飛んでいったような気がするんだけど。あ、まったく。あいつは本当にいつもいつも手を焼かせる。自業自得だわな。多分、青鬼と追いかけっこしてんじゃない？ずっと。お、なお、ローディング。あ、食われてんじゃねえかよ。ゼロ姉の攻撃で、結局私までやられちゃったよ。ジェルハウスをみんなで楽しめるお化け屋敷にして、ついでに私も一丁一儲けしようと思ってたけど、ああ、みんなのためを思ってたのね。その一儲けがいらなかったんだな。くぅ、青鬼があれだけ自我を持っていたなんて。お、またひらめいた、悪いこと。そうだ、次は青鬼&パンツァーというタイトルで映画を。映画ね、青鬼映画あったもんね。青鬼め、今度こそエンタメの何たるかを。あ、はははは。わぁ、ギョロめ。怖い。モンゲー、妖怪ウォッチかよ。何でも流行を取り入れようとすんだ、お前は。結局、落とし前をつけられた4号が、青鬼の世界の樹海で発見されたのは、数日後のことだった。まあ、悪いことすると痛みを見るっていう、そういうことですわな。命は取り留めた4号だったが、青鬼からどんな目に遭わされたのかは、メモリーから抜け落ちていた。仲間たちも発見当時の状況を目視で語ることはなかったという。なるほどね、ハッカードール編。あー、終わりました。結構ね、パロディ豊かというか。あー、来た、かわいい。ハッカードール版クリアだって。いや、面白かったね。これ元ネタ分かってたらもっと楽しかったんだろうなって感じですね。どうやらね、ハッカードールアニメ化もされてるみたいなんで、こちらの、特別編で興味を持った方、ぜひとも見てみてはいかがでしょうか。
はい、というわけで、今回は、これで終わりたいと思います。名前を変えるステージっていうのは、他にもたくさんあるんですけれど、まあ、バージョンアップで変わったのはこの2つみたいですね。はい。他の名前を変えるシリーズは、裏技バグ技の実況の方、ご確認ください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。